夢のプラモデルが完成する瞬間、そこには何者にも変えがたい喜びがあります。今回のテーマはアニメの世界に生まれ、時を超え、世代を超えて人々に愛され続けるガンダムシリーズ。80年代ロボットアニメを大きく変えた機動戦士ガンダム。これまでになかったデザインの巨大人型兵器モビルスーツが数多く登場。迫力ある戦闘シーンを見せるモビルスーツはアニメの中だけにとどまることはなかったのです。それはガンプラと呼ばれるプラモデルとなり、一大ブームを巻き起こし、今では車、戦車と同じように一つのジャンルとなりました。そのガンプラを作るこだわりとは。ガンプラは機械らしさを強調して作りたいんです。それが僕の基本ルールです。そう語るのは精密なるガンプラアーティスト、カイン。模型専門雑誌のコンクールで1000点以上の作品の中より金賞を受賞。彼の作品のすべては精密に作られた機械としてのガンプラ。周辺パーツを自ら製作し、機械を強調させるそのアイデアは、取り付けるだけではなく機体の中にもさりげなく存在しています。各パーツに施される迫力を出すための機械は彼独特の表現。カインの挑戦。ジオン広告量産型モビルスーツ MS-07B3 グフカスタム。敵役機ながらその圧倒的な強さと存在感でガンダムのストーリーを熱く広げた隠れた人気の機種。精密なるガンプラアーティストはどのようなモビルスーツを作り上げるのか。はい、お疲れ様です。グフカスタム、また渋い機体を選択されましたね。早速ですね、パーツもなかなか多くて結構作りがいのあるキットですよね。どう仕上げるのでしょう。そうですね、劇中ではねものすごく強い機体だったので、そういう、まあ、強さとか力強さみたいなものを冷たいちょっと機械っぽさ、機械であることをすごく強調して作っていきます。まずカインは機体全体の機械的イメージを膨らますため何も施さず組み立てていきます。最大の特徴となる動力パイプ、5ミリのパーツの数は40個。このグフ独特の顔つきが作られたことでカインの気持ちが高ぶっていきます。この肩の位置、頭の埋まり具合というか、やっぱりこの怒り型感がすごい出てるんですよね。いかにもこう強そう、強そうですよね。もうこのままでも十分にね、しかしさらなる力強さを引き出す技がこの後待っているのです。この動力パイプのパーツですね、ここにねゲートアットって言われるやつがかなり目立ってると思うんですが、こういうのをちょっとね綺麗に処理してしまう方法をね、いい方法をお教えしますので。ゲートの処理、基本的にヤスリで行いますが、曲面を保ちながら削るのは難しいのです。この電気ドリル使います。
電気ドリル。ランナーやプラスチックの棒にマスキングテープを巻き、動力パイプのパーツを差し、しっかりと固定させます。これに320番のペーパーを撫でるように当て、状態を見ながら削っていきます。さらにスポンジヤスリで磨くように仕上げます。これにより40個の円柱パーツ全てが正確な深円に作られていきます。次の作業ですが、劇中ではものすごくね強いイメージがありましたので、その辺の力強さっていうものをもう少し、ね、加えていくような作業をします。カインが着目したのは視覚効果。ここの側面ですね、ここの側面を少しまず削ります。胴体サイズを少し落としてやることで、相対的に手足が大きくなったように見えます。ボディを薄くすることで肩もより盛り上がり、力強く見えるようになるとカインは言います。ペーパーで削りすぎないように、さらに彫刻刀で削り、作業は精密に進められていきます。削られたサイズは 0.3 ミリという細かさ。お分かりでしょうか。サイズ的にはそんなに削ってないんですが、これでも効果は十分に出ます。さらに腰のスカートと呼ばれる部分にも削りが入ります。角度を上げて削ることで腰は小さく見え、足は太くより強そうに見えるのです。機械と強さの技はまだほんのプロローグにしか過ぎません。それではこの肩のパーツにもう少しね、機械らしさを強調してみましょう。より機械らしさを演出するため、ディテールアップパーツを肩に取り付けます。まあ平面じゃないんで、さすがに貼り付けるっていうわけにはちょっといかないですよね。でどうしても貼り付けてると装甲の上にあるものっていう印象なんで、どうしてもちょっと機械っていう感じはすれちゃいますんで、ここに埋め込みたいと思います。コンパスで位置を決め、直径7ミリのパーツを埋め込む穴を開けます。パーツが割れないよう細心の注意を払いながら、まず小さく穴を開け、そして徐々に大きくしていきます。こちらね、下穴開けた分ですけども、少し歪んでますよね。こういうのを目的のサイズに、きれいに深淵に成形するために、こちらのゼンマイ式ペーパーを使います。カインの秘密兵器、ゼンマイ式ペーパー。ランナーに両面テープを貼り、その上にペーパーが巻かれたもの。これにより深淵にきれいに削れるという。これをリューターにつけ穴に当てます。ちょっと包丁を刺さなく、遠心力によりペーパーが徐々に大きく広がり、簡単にきれいな深淵が作られていきます。その穴はパーツの裏側の硬い差し込み部分まできれいに削られています。正確な形に取り付けられたディテールアップパーツ、埋められた機械を見事に表現。一体化されている部分も筋を入れることでより機械らしく、若干こうじゃなくてこう入れたいんで寝かして
細く、しかし深くが腕の見せ所。角も中から出ているように見せます。グフカスタムのパーツを増やして見せることで、より機械らしさが生まれてくるとカインは言います。筋彫りの効果で各パーツにメリハリがつきました。続いて表面処理をした後、機械らしさを塗装でボディに表現していきます。下地塗装は2種類のサーフェーサーを混ぜて使います。ボディ表面の傷を隠し、発色を良くさせるためとカインは言います。色は様子を見ながらなので分量は適当なんですが、白にグレーを加えるっていう形でいいと思います。カインの基本はひたすら薄く、3倍以上薄めてから吹いていきます。薄く丹念に時間をかけて吹きつけられていくサーフェーサー、この後の塗装が厚く乗らないように機体のシャープさを保たせるための精密なる技。パーツに時間をかけて吹かれた下地は機械を表現する塗装への第一歩。塗装色にもこだわりを見せます。今回はちょっと金属感をより演出しようと思いますので、こちらのパールパウダーを混ぜてね、少しメタリックな色にして塗っていきます。使われるのはガンダムカラー、グフカスタム用塗料。ここにごく少量のパールパウダーを加えていきます。基本塗装もひたすら薄くがポイント。一度や二度吹いただけでは色がつくかどうかわからないほどの薄さをカインは求めます。そうですね、濃度はこれぐらいですかね。若干牛乳よりも薄いかなぐらいね。こんなに薄くても塗れるんですか？そうですね、まあ、それにこの濃度に応じたエア圧とエアブラシとの距離っていうのは必要になってきますけど、十分これでも色乗りますよ。空気圧を低く抑えたエアブラシから吹き出される塗料、ムラは出やすくなり扱いが難しいのです。これがボディを冷たい気体にするためのシャープさを出すカインならではの表現。やがてパールパウダーが徐々にメタリック感を生み、機械としての美しさが見えてきました。この後、さらなる技でグフカスタムが見事に仕上がっていきます。さあ、ここでプラモデルの歴史の扉を開けてみましょう。今年5月、大きな会場を貸し切って4日間にわたって開催された静岡ホビーショー。日本最大級の模型のイベントとして知られ、毎年多くの人々が詰めかけています。第1回の開催は1959年、高級旅館を借りて卸売業者への見本市という小規模な形でスタートしました。当時の出展品は軍艦物が中心だったそうです。やがてさまざまなジャンルが生まれ、プラモデル人口が増えるとともにホビーショーも拡大の一途をたどり、一般の方も入場できるようになりました。
夢の祭典に集う最新模型を見れば誰もが童心に帰ります。箱を開けてから1週間、いよいよグフカスタムは完成の時を迎えます。では今からより立体感を出すための塗装を施していきます。使われる塗料はメタリックスーパーシルバー、まあ黒の上にシルバーをちょっとムラ気味というか少し縁を残し気味で中心にね吹きつけるようにするとなんとなくこう重さみたいなものが出るんじゃないかと。あえてムラを出す、それが迫力にもつながるのです。パーツの随所に金属感あふれる鈍い光が再現されました。では今から墨入れですね。今回はこの2色ですね。ニュートラルグレーとジャーマングレー。そして薄め液の代わりにカインが使用するのはジッポーオイル。その訳とは、これだと揮発性がすごく高いんで墨を流してから比較的すぐ拭き取ることができます。まず筋彫りしたところに筆で少しずつ塗料を流し込んでいきます。この後布にジッポーオイルを含ませ拭き取っていきます。こう拭いちゃうと全部取れちゃうんでこうですよね。筋が次第に際立ちます。この筋を入れることにより影を表現、機体の機械らしさが前面に浮き上がっていきます。全ての作業を終え、グフカスタムが私たちの前に姿を現します。精密なるガンプラアーティスト渾身の作品、グフカスタム。自作のパーツが迫力を伝えます。その大きな肩は細くなったボディでより重量感を増しています。細部にまで機械らしさを前面に施した量産型モビルスーツ MS-07B3 グフカスタムは世界に一つしかないモビルスーツなのです。一つの機械として演出したいんです。それが僕の模型の楽しみ方の一つです。